今日は11月の1日。もうね、今年も2ヶ月しかないですよね。もう早いですね。今日は安達太良山の登山口、沼尻登山口ですね。そこからちょっとトレックして、白糸の滝、温泉の滝、そこの撮影をしてきます。今日の目的は、撮影だけではありません。猪苗代、リゾートホテルに、勤めた時のね、仲間と久しぶりに、芋煮会、温泉やって、やってきます。沼尻、安達太良山口から、今ちょっとね、撮影のために、登ってます。しばらくちょっとね、ガレ場が続きますね。こちら磐梯山ですね。会津磐梯山、こちら西安間遠方ですね。
今日は、2019年、11月1日、福島県猪苗代町、ここは沼尻温泉のんびり館です。ここは新しくできた、露天風呂ですね。はい、あ、こちらは女湯でした。はい、こちら露天風呂ですね。はい、晩秋の彩りが残ってますね。清のね、天然温泉、安達太良のふもとから流れてきます。はい、もう晩秋の季節ですね。
合図ですね。はい、これちょっと飲み流しを。